日本愛知県名古屋市名東区藤が丘藤が丘は愛知県名古屋市名東区の町名である。郵便番号は465-0032名古屋市の統計によると2012年5月1日現在の藤が丘の総人口は1349人で、これは名東区内の町別人口で見ると全151町のうち34位である。Web5。ただし、藤が丘を 単独の町名としてではなく、広域地名として捉え、近隣で同じ学区を構成する、富士見が丘、民が丘、富が丘などを含めて考えた場合、人口は約1万2000人となり、これは、名東区全体の人口のおよそ1割弱に当たる。名古屋市名東区の東部に位置する、北で、富が丘、東で、朝日が丘、南で、富士見が丘、 南西の道路上の一点で、小池町、西で、民が、丘、高柳町、北西の道路上の一点で、豊かが、丘と接する。長久手市との市境も近い。名古屋市名東区の東部には、東山丘陵や八ご丘陵といった、標高100メートル前後の丘陵が連なっており、富士が丘が位置する一帯を東部丘陵地帯と総称する。この辺りは、全体的に標高が高く、 藤ヶ丘もまた小さな丘陵によって構成されている。こうした藤ヶ丘の起伏ある地形は、八田川、そしてその支流である金瀬川、藤の木川といった藤ヶ丘の北部を流れる庄内川水系の河川による侵食作用によって形成されたと考えられている。藤ヶ丘駅の西にある明ヶ丘公園の中にある丘が標高75メートルと、この周辺で最も高い位置にあり、 今では展望台が設けられている。かつてはこの小高い丘を富士山と見立てて富士や間社が祀られ、そこに山岳信仰の影響を見て取ることができる。一説には現在の富士ヶ岡という地名の由来となった富士森は明ヶ丘公園の小高い丘を富士と見立て、そこに近隣の森を組み合わせた富士森に由来するとも考えられている。 富士ヶ丘の近辺には農業を中心とした村落生活の名残として考えのための人工的なため池が無数に存在していた。しかしそれらの多くは土地整備事業の過程で潰された結果、明徳池など比較的大きなものが現存するだけである。富士ヶ丘駅からほど近い位置にある名古屋市立富森中学校のある土地は周辺よりもくぼんでおり標高が低いが、 これはかつてため池だったからである。その周辺は、かつての考え地としての記憶を留めるために、小池城と名付けられている。藤ヶ丘周辺の植生は、現在はイノシシダガ緑地などにその名残が見られるが、そもそもアカシシイコナラハンノキといった低木類によって天然林が構成され、そこに人工的に植えられた黒松杉ヒノキが川得られ、 丘陵地帯の風景を作り出していた。さらに、そうした丘陵の一帯は、芝で覆われ、農民たちの貴重な燃料として伐採されていたという。しかしながら、現在の藤ヶ丘の外区では、こうした植生を目にすることは、ほとんどなく、都市計画に伴って整備された、街路樹、とりわけソメイヨシノに代表される桜が多く見られる。この桜の風景にちなんで、現在では、 富士ヶ丘中央商店街によって、4月上旬には、桜祭りが開催されている。その他、地質など地形についての詳細は、名東区、気候については、愛知県の記事を参照のこと。現在の都市としての富士ヶ丘は、名古屋市営地下鉄東山線及び、愛知高速交通東部丘陵線の富士ヶ丘駅や、東名高速道路名古屋インターチェンジといった都心と、郊外を結ぶ、 交通の結節点に位置している。このことから、名古屋市のベッドタウンとしてだけではなく、長久手市や日清市、尾張朝日市、さらには、瀬戸市といったさらに東の郊外地域から、名古屋市の都心へと人間が移動する、結節点としても重要な役割を果たしており、駅前には、マックスバリュや飲食店街を中心とした商店街が形成されている。こうして、多くの人間が居住。 大流、通過するためか、藤ヶ丘は、栄名駅、金山地区とともに、名古屋市の中で4カ所しかない路上近縁地区に指定されている Web6。藤ヶ丘駅のプラットフォーム藤ヶ丘は、1970年7月30日に実施された、藤森東部土地区各整理組合区域の勘置処分による町名変更によって誕生した町である。現在では、 富士ヶ丘駅の所在地として知られている。名古屋市営地下鉄東山線の富士ヶ丘駅は1969年4月1日に開業し、愛知高速交通等部給料線の富士ヶ丘駅は2005年3月6日に開業した。現在の都市化された富士ヶ丘に至るまでの歴史は、上記の2つの鉄道駅の開業と切り離して考えることはできない。とりわけ地下鉄駅が開業した頃は、 こんな山の中に地下鉄が来るなんて、と地元民が思うほどに、周囲一帯は山林で、集落はまばらだったという。この地域には、古来より農業を制御とする集落が存在したものの、標高の高い大地地形が災いして田畑への利水に苦労する土地であったために、その規模は極めて小さかった。江戸時代には、神殿開発が盛んに行われるようになり、 現在の藤ヶ丘の地名の由来の一つとなる藤森神殿が開かれたが、やはり山間丘陵の土地ゆえに、開墾はあまり進まなかった。しかしながら、当時から灌漑用水として利用されていた多くの沼や池が、江戸幕府や尾張藩によって修復、再整備されたことで、干ばつに耐えうる農業生産が可能になり、農民の定住を促す一因になったことが伝えられている。 1872年には、名古屋県が廃止され、愛知県が誕生したことをきっかけに、この地域は大規模な区域の再編成が行われた。さらに1889年に市政庁村制に基づいて名古屋市が作られた際、現在の藤ヶ丘と呼ばれる地域を含む藤森村の一帯は、愛知郡猪子石村と呼ばれることになった。さらにその後、政府は、 地方自治体の合併政策を推進したため、猪子石村は隣接した村と合併され、1906年に猪子高村となった。この明治時代に生まれた猪子高村では、やはりそれ以前から変わらぬ農業を基盤とした生活が営まれていた。作物は米、麦、さつまいも、野菜だけではなく、江戸時代からタバコの葉も生産されていた。しかしやがってタバコは、 政府の潜媒制が取られることになり、1943年頃までには工作する農家はなくなったと記録されている。他には、養蚕もほとんどの農家で行われていたが、食料生産を優先したことで、これも1945年頃までにはほとんど面影が見られなくなった。この地域では、数人の大地主による無数の小作人からの収奪が行われ、貧富の差が激しかったが、 1947年の農地改革によって生活水準は平均化された。同時に戦後の商工業の発達に伴って名古屋市内の工場や商店に働きに出る者、観光庁に勤める者も増え、徐々に農業だけによらない地域経済が形成されていくことになった。こうしてかつては農山であった現在の藤川一帯は徐々に 市街地として整備されていくことになったが、1955年4月5日に、イノシシダが名古屋市と合併したことによって、その都市化の動きは決定づけられ、また加速された。この合併は2から3ヶ月という、極めて短期間のうちに取りまとめられ、村民への調査でも全員が賛成であったという。この合併が無条件に推進された背景には、名古屋市に組み込まれることで、 市バスが到達し、交通の便が改善されること、さらには合併に憧れみたいなものがあったことが挙げられると、当時の関係者たちが語っている。この合併の結果、イノシシ高村は、ち作板課長町となり、地域経済だけではなく、行政区域としても名古屋市に組み込まれ、上下水道、さらには多くの市営住宅が整備されていくことになった。こうして1969年頃には、 名古屋市の人口が200万人を突破し、東部のベッドタウンとしての役割を、伊鷹町は担うことになった。この地域で進められた、区画整理事業は、整地後も農業を続けることができる案と、すべてを宅地として造成する案の二つが考えられて、いたが、当時の人々は、どうしたら生活が豊かになるか、素朴に考えた。結果、校舎の宅地化案が選択された。 こうして、制御としての農業はこの地域から失われて、いくことになった。ただしこの点については、都心部へ通勤する者が多くなり、多くの農家で、後継者がいなくなったことも、宅地としての区画整理を推し進めた要因として、考えられる、都他の関係者によって指摘されている。1960年代以降の区画整理においては、急速に進行するモータリゼーションを考慮に入れ、 どの宅地にも車が入ることができるように、比較的広い道路を確保したという。このような一連の流れの中で、1969年の地下鉄東山線の延長に伴う藤ヶ丘駅の開設、さらにはほぼ同時期の1968年に、東名高速道路の名古屋インターチェンジが設置が続き、広域の藤ヶ丘一帯は、名古屋市のベッドタウンとしてだけではなく、 東の玄関口として、急速に都市化が進行していくことになった。藤ヶ丘には、藤ヶ丘市街地住宅など、多くの公団住宅が建設された。その結果、冒頭に記したように、1970年には、藤ヶ丘という町が生まれることになったが、その町名は、大技、藤森の塔を取るとともに高速度鉄道の終点藤ヶ丘駅の所在地であることに由来している。 1975年2月には、畜作の東部が人口の著しい増加に伴って、名東区として分離独立したため、藤ヶ丘も畜作から名東区へと所属を改め、現在に至っている。長らく、町名の藤ヶ丘と地下鉄駅名の藤ヶ丘は表記が不一致だったが、2004年10月6日には、駅名が藤ヶ丘に改称されたことで、 現在は一致している。しかしながら、駅周辺の看板などを見ると、町名に合わせて、藤ヶ丘になっているもの、駅名に合わせて、藤ヶ丘になっているものが混在している。これも、藤ヶ丘の歴史を示す名残と言える。二千十九年四月一日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。ウェブに、国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、 学校等は以下の通りとなる Web12。また、公立高等学校に通う場合の学区は以下の通りとなる Web13。地下鉄東山線名古屋市営バス名鉄バス。豊か鉄バスウェブ、編集書籍編集。ありがとうございます。